にちは、七色の扉です。今回はセリアでの購入品をご紹介します。最初はバレンタインコーナーで販売されているラッピングジュエリーケースです。ピンクのシェル型が女の子らしくてとても可愛いです。貝の上下には小さな突起がついていますので開きやすいです。また底は一部平らになっていますので置いても安定しています。サイズは高さ3センチ×幅6センチ×奥行き5センチです。最初に見た時はかなり小さい印象で幼い子供の手のひらぐらいのサイズ感です。このグッズは私にはバレンタインデーというよりホワイトデーのイメージが強いのですが、プレゼントされるとやはり嬉しいジュエリーケースです。次もバレンタインデーコーナーで販売されており、インスタでもにぎわっているクリアハイヒールケースです。カラーは3種類あり、透明色とピンク、ブルーがありますが、さすがに色のついていない透明色が品切れていました。こちらはハイヒールの中に小物やお菓子を入れてプレゼントするようになっていますが、この中にお花を入れて自分用として楽しまれている方が多いようです。とても可愛いアイデアだと感心してしまいました。材質はポリスチレンです。サイズは高さ 11.5 センチ×幅12センチ×奥行き6センチです。こちらは食品を入れる場合は包装された状態での使用となりますのでご注意ください。私はこの中にポプリと花を入れてからアロマを垂らして香りを楽しみたいと思います。次はこちらもバレンタインコーナーで販売されていたチップバッグです。6枚入りです。デザインだけを見ているととてもおめでたい感じがするので、バレンタイン以外にも何かと使えそうです。材質はポリプロピレンとペットの和紙フィルムで、キラキラしているところがお気に入りです。どちらの側にもデザインされていますので裏表はありません。中身が見える袋ですが、ポチ袋感覚でお金を入れて渡すと相手のリアクションがとても気になるところです。サイズは高さ 125mm×幅 100mm と、ジップバッグ自体はかなり小ぶりなので中に入れるものはほんの気持ち程度になると思います。こちらは食品を直接入れることができます。キラキラ光る白地に赤とゴールドのデザインが私の壺にはまった小さなジップバッグです。次はティッシュケースです。ポケットサイズのティッシュを収納するためのケースです。通常の大きなサイズのケースはなかなか手に入らない状態ですが、こちらはお店にたくさん置かれていました。材質はスチロール樹脂です。見た目はおしゃれですが、このように傷がつきやすいのである意味取り扱い注意です。サイズは 116mm×80mm×60mm とポケットティッシュサイズそのものです。ティッシュは約100枚、50組入ります。ミニサイズなのでスペースをあまり取らないという点では使いやすいティッシュケースです。次はハンドル付きソフトライナーケースです。同じケースのホワイトを現在使っていて、買い足すつもりでお店に行ったらホワイトは品切れでクリアがあったのでこちらを購入しました。これはこれで半透明な感じで中身が透けて見えるので入っているものが分かりやすく、さらに重宝しそうです。何よりソフトなのとハンドルがついているので持ちやすく使いやすい点がお気に入りです。またサイドにも持ち手がついているので棚に並べておいた時に引き出しやすい点もポイントです。材質はポリエチレンです。サイズは横幅 300mm
×高さ 200mm×奥行き 126mm で A4 サイズのコピー用紙を横にして入れるとコピー用紙がやや反ってしまうようなサイズ感です。仕分け書類に便利なのでしばらくはセリアに行くたびに1個ずつ買い足そうと思っています。次は電池パックです。こちらは2個入りです。単4電池を入れるだけで単3サイズとして使えるというものです。なので単3電池の買い置きがない場合にとりあえず単4電池さえあれば応急処置的に使えます。我が家はたくさんの電池の買い置きはしていないのでぴったりのグッズだと思います。使用方法は単4電池のプラスの方から入れ凸パーツにプラスの部分が当たるまで差し込んだ状態で単3電池の代替として使用します。使用上の注意ですが4個以上の同時使用や長時間の使用はできませんのでご注意ください。また充電式電池に取り付けたまま充電することも NG です。持っておいたら緊急災害時にも役立ちそうな電池パックです。次はねじれタイプのストッパー付きフックです。3個入りです。 S 字フックの向きが90度違った状態で固定されています。私はクローゼットにこの絵のようにスマートにバッグをつって収納したくてずっと探してやっと見つけたものです。こちらは最大垂直荷重が 1kg と他の製品に比べたら耐荷重が少ないですがバッグが空の状態ならさほど問題はないかと思います。材質は ABS 樹脂です。サイズは縦 89mm×横 45mm×奥行き 34mm で前々から販売されているストッパー付きの中サイズぐらいの大きさです。クローゼットのバーにかけるのにフックの口が狭いのでかかるか試してみました。フックをバーにかけることはできますがストッパーが閉まらず邪魔になるしストッパーなしでもフックは落ちないので金具は外して使おうと考えています。カラーはオフホワイトですがお店にはこのカラーのみありました。ねじれていることでバッグが幅を取らずに収納できるストッパー付きフックです。次は角朝鉢と豆皿です。セリアの食器がどれも可愛いので最近はこういった食器ばっかり買っているような気がします。というか買っています。こちらは角朝鉢でデザインが千草花となっています。今回はお花の大カットではありませんがこの素朴なデザインも好みです。材質がストーンウェアなのでそれなりの重さはありますが適度な深さがあって使いやすそうです。サイズ記載はありませんが測ってみると縦横ともに 11.2 センチで正方形です。取り皿や小鉢としてちょうど良いサイズ感です。裏側の側面が若干デコボコしている点もいい感じで隠れたおしゃれ感があります。そしてこちらは豆皿です。同じシリーズですがカカアサバチとはサイズが違うのでデザインも若干違います。サイズは縦横それぞれ約8センチでおおよそ手のひらサイズです。お漬物や一口サイズのちょっとしたおかずなどに使えます。これらのお皿は電子レンジや食器洗浄乾燥機は使えますが吸熱吸冷、直火、オーブンは NG です。他にも長方形のお皿など大きさの違う四角い数種類のお皿がありました。素朴な感じのデザインがとっても可愛く使いやすい食器です。次はシリコンフォンデュポットです。シリコン製なので電子レンジやホットプレートでもチーズフォンデュやチョコフォンデュが手軽にできるというものです。電子レンジでチーズやチョコを溶かすと食べてる途中で固まりそうな不安はありますがホットプレートで楽しめるので買ってみました。
お鍋みたいな形になっているので、持ち上げることができるのも便利な点だと思います。使用方法はポットの容量の8割程度を上限に材料を入れます。ホットプレートを使用する場合は温度を調節し、ポットの底が焦げつかないようにかき混ぜながら材料を溶かします。電子レンジを使用する場合は500ワットの電子レンジで10秒ずつ加熱します。加熱後は電子レンジから取り出し、中身をかき混ぜて加熱ムラをなくします。追加で加熱する場合は5から10秒ずつ加熱し、溶け具合を調節します。サイズは持ち手を含む長さが14センチ、高さは 5.5 センチなので、ポットの底の丸い部分は女性の手のひらの大きさぐらいです。パッケージに記載の耐熱耐冷温度は200度からマイナス20度です。こちらはホットプレートや電子レンジ、オーブンでの使用は可能ですが、直火やオーブントースターでの使用は NG です。これがあればチーズやチョコレートフォンデュが手軽に行えるシリコーンフォンデュポットです。